そんな感じで S 字を、あれ、もう汗が目に入った。それでまたまた後ほどです。分かりづれえな、はい、結構下りっす。よいしょ。足開いて、もうこんな道なんで、本当来られる方、それなりの準備をしてください。で、中間、神社が中間ぐらいかな。はい、わ、まだ汗が垂れる。はい、ということで戻ってきました。ね、非常にきつかった。行きはみんなになんとかついてたんだけど、帰りがね、もうついていけなくて、だいたい10分ぐらいで、登ったり下ったり、こうくねくね道をね行くんですよ。基本ね、ずっと、最初下って途中から登るみたいな感じだから、ちょうど登り始めるともう中間だなって感じのとこなんです、ということでございます。真ん前に北九州ナンバーのカップが止まってて、めちゃめちゃ見られてる。笑いながらケッ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 見られてるんですよ。ちょっと恥ずかしい。ということで。で、とにかく10分ぐらい上り下りするんで、で、こうシャトルバスが到着したところに自動販売機あります、上に。で、そこから歩いていくところから、岬の先端まで販売機ないので、そこで買うか持っていくかしないと、この時期ガチで死にますね。俺熱中症ギリギリでした。途中でね、最南端にある A コープでこれ買っててよかったかなと。まあ上にも販売機あったんだけどね。というところでございます。で、なんで上に車と、ここ第二駐車場らしいね。どっかで見たら。なんで第二駐車場なのかというと、なんか上ね、工事してる。駐車場を広げるための工事してる。で、こっちに止めて、上にね、シャトルバスで送ってるっていう感じです、うん、で、もう多分ね、今も4時になったんだけど、3時半ぐらいからあれですね、上まで車で、もう行けるみたい。一番上じゃないけど、上かちょっと手前になんかこう、またこういう駐車場があるんですよ。ちっちゃいっていうか、10何台か止めれるのかな。そこに止めて歩いていくみたいな感じで、今はもうなんかそのまま素通りで上に上がってる。だから今シャトルバスが行ってるのはもう完全に向かい便のみみたいな感じです、うん、だからしばらくかかるんじゃないかな、工事的には、うん、なんかまだね、広げるために基礎のなんかあれをいろいろやってたんで、まあ半年はかかるでしょうね。半年はかかるかな、かからんかな、まあそんな感じ。そうなれば多分また上にも止めれたりするのかなっていうぐらいですね。ちなみにね、周りのナンバーは、鹿児島、鹿児島、あ、向こう鹿児島ばかりか、この辺だと鹿児島、福岡、熊本、鹿児島、熊本、鹿児島、来た時大分がありましたけど、あと山口とか、さっき言ったのは北九州とか、大体九州管内が多い感じかな。熊本が結構多いのかな。まあね、俺また一人じゃなくて誰かと来たいね。ちょっと遠いんで誰かと来たいです、ちょっと熱中症気味になってるんで、なんで服着替えました。ちなみに途中で、ね、タオルかぶってたけど、あれね、タオルが絞れジュッてやったら絞れたぐらい濡れちゃって、でかつ T シャツもね、もうべっちょーってなっちゃって、めちゃくちゃ多分汗かいたと思う。服がない、もうズボンもね、もうジャージに変えております。じゃないともうね、ジーパンもなんか、なんだろう、ぐっしょりじゃないけど、なんかね、もう水分吸ったなみたいな、汗吸ったなみたいな感じです。はい、ということで、そろそろね、ちょっと戻りたいなと。明るいうちにちょっとね、桜島の方回りたいので、行こうかなと思います。
なんかね、こう戻しそうなんだよ、ちょっとね。だからちょっと落ち着いて、またどっか飲み物があればちょっとね、ごくごくと、多分熱中症になりかけじゃないけど、なんか初期症状的な感じなんで、はい、気をつけましょう。サル、ほらほらほら、ああ逃げてった逃げてった。いや、めっちゃいたもん。あ、多分俺止まってるからキーキーってるわ。ほら、あ、キー揺らしてるってそうだからね。いや、マジ、サル、多分、まあ、そこ一匹いるな。ちょっと分かりづらいけど、そこ一匹いるわ。ほら、なんか動い、あれ、今その動いてる猿だよ、猿。ほらほら、こう見えるかな、ちょうど真ん中。すげえ、猿いるよ。あのね、途中の看板に猿がいるので、餌を与えないでくださいって、ところどころ書いてあったから、で、出んのこんなところでと思ったら、いましたね。いっぱいいました。さっき7、8匹はいたんですよ。この木頭なんかこの辺に。でも今、車止まってたから散っちゃったけど。はい。ということで、びっくりしたね。はい、以上です。それだけです。はい。はい。ということで、もうだいぶね、帰りつつあります。帰りつつありますが、まあ、そんなにあれだ、まだ、あれ、岬の、あれ、帰りなんだけど、このね、ほら、あー、ちょっと映りにくいか。あのね、かかしが多いですよ、かかしが。ほら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 、こっちのほら、こういうかかしがね。なんかね、大会じゃないけど、なんか、やってんのかな、どっかにね、ほんと大正ってあったんですよ。右側だったかな、こっちから行くと右側に確かあったと思うんですけど、どこだったかな。なんかね、あっちこっちいっぱいあったんですよね。あ、これやらなかったかな、これ違うな、書いてねえな、どっかにね、あれかな、自販機のところに、この右側のね、あれがそうじゃなかったかな。リリーさんよりなんとか使ってたなあ、ほら、こっち側にちょろっと今日もなんとかでって書いてる。はい、こんな感じでね、あ、これやなかったかな。あー、見えんかった。うん、あのね、というかかかしがね、この区間ちょっとだけね、いくつかあります。10箇所ぐらいかな。あ、またほら、ここ右側にね、子供はなんとかの宝ですって書いてるところだね、今。こんだけかな、10箇所かそんぐらいありましたね。はい、見えてる。今ね、金港町っていうのかな。はい、ここ金港町の、まあ、町中になるのかなの、ショッピングセンター、京王に西牟田でいいのかなちょっとわかんねえや。で、まあちょっとね、飲み物を買いにね、来ただけです。結局ずっと買ってなかった。まあそんなに遠くなく、あのね、コンビニでもいいんだけど、コンビニちょっと高いんで、スーパーねえかなみたいな感じで、探してたらありましたんで、ちょっと寄ってみました。はい、ということで、まあ、あの、さっき頭痛薬飲んだんでちょっといいんだけど、ちょっと熱中症がね、収めるために、ちょっと水分をたくさん取りましょうということで、ちょっと買いに行ってきます。はい、ということで、2リッターの伊右衛門茶を買ってきました。あの、500とすげえ迷ったね、ちょっと暗い。はい、500とね、すごい迷ったんです。髪が汗ダクダクなってたからうん、で、500と迷って、500買ってもう80円ぐらいになるんですよね。で、2リッター買って、129円だったんで、2リッター買おうと。どうせ、今ごくごく飲んで、さらにどうせね、夜また飲むんすよ。で、またその時500買ってたらもったいない。ということで、いただきましょう。
うまいです。たまんね、うん、ただこのドリンクホルダーに入れれないので困ると思うでしょ。もうね、特茶の殻があるんで、これに移して、このホルダー入れて冷やすと。どうですか。ケチくせえでしょ。いや、節約っちゅうね、節約っちゅうね。はあ、ちょっとね、熱中症が落ち着いて、あのね、頭痛がね、うん、今からね、とりあえずは桜島だったかなの方に行って、で温泉があるんで、温泉名前忘れちゃったけど、ちょうど、こう桜島があって、こう回ってった、あの鹿児島市の町の寄りの方にあるんで、あのそっちの方に、ね、温泉に入ろう。なんかのね、旅館かホテルかなんかの温泉、そこはなんかシャンプーとかなんかあれが全部付属してありますとか書いてあったんで、そこにしようかなと思っております。あとね、緊急の時はあの鹿児島市のなんか町の方に行けば、あの24時間営業はあるみたいなんで、まあどうにかなるでしょう。はい、ということでぼちぼち、行きたいと思います。はい、というところで、今19時を回ったとこです。で、今いう場所がですね、ファッションセンター島村、加納屋支店でございます。もう19時回ったから多分電気消えると思うけど、はい、というとこで、あのね、下着と、とりあえず T シャツちょっと見えてるけど、あの買ってきました。あのさっきユニクロにいたんですけど、もう、まあ、どこも店もそうかも、そうだと思うんですけど、T シャツのこの半袖系が欲しいのに、もう全然なくて、もう売り切りとかセールとかそんなレベルかで、もうほとんどない。ほぼほぼない。全部長袖になってて。いやいや、でも俺半袖欲しいのに、とか思いながら。とりあえずね、なんとか、あの、超激安な T シャツを手に入れたので、あとは、ゆっくり温泉に浸かりたいなと、思っております。いやー、なんか結構距離ありそうだな。このここだからね、ここの先端に行くから、今からこっちからこう行ってこの先端に行くから結構ね、距離がありそうでございます。はい、ということで、到着いたしました。国民民宿レインボー桜島というところでございます。はい、こういうところね、多分これが温泉なんだろう。だから天然温泉って書いてた。なんかね、300円で入れるみたいなので、ちょっとね、ここに来てみました。ちなみに10時までなんで、今8時35分なんで、もうちょっとね、あと1時間ちょっとしかないけど、まあ十分に、入れる時間はありますねって感じですけど。まあゆっくり浸かるっていうよりは、あの普通に温泉入りたい。ゆっくりね、汗を流したい。というところです。もう汗かいて、こんななっちゃってるから。こんな、まあ、多分風呂入っても、癖毛だからそんな変わんねえかもしれねえけど、はい、というとこで、ささっと、汗を流しに行ってみたいと思います。ご飯どうするかなんだよね、その後。道の駅はなんか近くにあるみたいなんでいいんですけど、今晩飯何も考えてなかったね。はい。まあ、というとこで、とりあえず、まあ、ちょっと、道具を用意して、入りに行ってみたいと思います。はい。ということで、桜島マグマ温泉に、行ってみたいと思います。はい。10時から22時ですね。有料ロッカー。はい。まあ、ロッカーでございます。そしてね、このロッカーみたいな、これほら、これこのちっちゃい方が100円イメージ書いてるか、100円ね。で、普通の多分ね、大分でこれが標準タイプだけど、これが200円ね。
まあカバンだけなんでなんとかギリギリ押し込めてあのやりました。まあ、何もこういう情報がなかったんでね、大体ね、なんていうんだろう、こんな感じ、ザルザルザルっていうか、カゴに入れてやる感じでした。はい、まああと後ほど、またご説明したいと思います。中の方はね。はい、ちょっと分かりづらいか。さっき入ってたのは温泉があそこ、あそこからこの景色が見れると。であの辺から鹿児島市かな。はい、鹿児島市であったのかな。まあ、ちょうどこの何だかな、桜島の、ちょうど真正面っていうか、ちょっと映るな、さすがこのカメラという感じです。今ねちょっと後ろの方に外人さんのカップルがいるんですけど、はい、まあね、部屋はこうやって、まあ、結構埋まってるのと、いいなあ、これいい景色で、今ね、こう下の段にいるんで、街の景色がちょっと見づらいって感じなんですよね。だから、ちょうどね、この辺の木で隠れてるけど、多分ね、このホテルだったからだと、多分ね、上からいい景色が眺められてると思います。うん、今温泉のとこでもね結構良かったんで、ということでさっぱり汗も流して水風呂に入って出てきましたので、とりあえず車に向かいたいと思います。はい、ということでこのマグマ温泉に行ってまいりました。ちょっとさっぱりしたでしょ、さっぱりしたでしょ。ちょっと髪がねあれなんだよ、シャンプーしかなかったから、ちょっとね、なんだろう、ガッサガサになってる。一応乾かしたんだけど、ガッサガサになってます。おー、すっきりしたね。はい。ねえ、まあ何十分か、使っておりましたので、まあ、ほっとになっております。で、まだね、この、なんとか温泉。レインボー桜島というね、旅館っていうのかな、の中にある、やつでしたけども、まあそうですね、まあ俺が知らなかったっていうのもまあありますけども、なんだろう、ですね、まずネット上に書いてたのは300円って書いてたんだけど、実際行くと390円でした。まずね、あら、値段がちょっと、まあまあ、もうここまで来たしね、もう時間も回る時間もないし、まあまあ、いいか、それぐらいって思って、で、入って、で、大分の、その、銭湯の感覚でいたので、入って、着替えて、じゃあ入ろうかなっていう前に、本当の銭湯みたいな感じ。大分だと、その、物を入れるとき、ロッカーに入れるんだけど、まあ、さっきね、多分説明入ってると思うけど、あれがね、カゴだった。で、貴重品はロッカーに入れてくださいと。なんだってー。で、さっきも言ったけど、小さい方で100円、でかい方で200円みたいな感じで。うわー。ってことは、だから490円だよ。そうだったのかー。でもね、こう、外から来る人からしたら、貴重品って絶対持ってるわけじゃないですか。回避しようがない。だって車の鍵だって貴重品だからね。なくなったらもう動けないから、もう結局100円、最低でも100円はいることになるからね。ちょっと、それがね、ってとこなんですよ。で、だからホテルの人ならホテルの鍵だけだから、多分そこまではないのかな。もうわかんないけどね。その仕組みは知らないけど、ちょっとね、100円は、という感じです。で、中入って、まあ、左側にこう、体洗うところもこうあって、十何人分ぐらいあったのかな、四、五人分ぐらいあって、で、奥の方に、右と左になんか透明な湯と、多分源泉系の湯がありました。で、源泉系はね、なんか性質はナトリウムと、塩なんとかって書いてあったな。だからね、正直言ってこう、顔をこう、なんていうのかな、汗かいてこう拭って口のところについたやつがしょっぱかった。ちょっ
ちょっとしょっぱって思った。で見たらナトリウムって書いてあるから、あ、塩か、塩系なんだ、ね、まあそういう感じで、成分的にはねまだ全然体ポカポカしてる。あの出る前に水風呂入ったんだけど、水風呂がねこれまたねぬるいぬるい大分みたいになんかね12、3度ぐらいのクヒョギってなるぐらいの冷たさじゃなくて、なんだ水道水よりなんか多少ちょっと冷たくなってんのかなみたいな。あの一応サウナもあったんですよ。なんか赤外線サウナってあって、そのすぐ横に水風呂あったんだけど、 なんかこうぬるだし、その溜めて制御してる分だから、こう減った分またこうジャーって出る感じ。うん、大分もね全部かどうかわかんないけど、俺が知ってる限りは大体ずっと出っ放しで超冷たいんですよ。冷えってなるぐらいだけど、ここはねぬるかった。多分ね20度超えぐらいじゃないかな、23、4度とかそんぐらいあると思う。でかつ水が動かないので体が全然冷えなくて、15、6分ぐらい入ってたじゃないかな。まだ汗がこう、たらーってこう、出てくるんですけど、みたいな。まあでも10時で減って、もう10時11分ですけど、まあそれで、まあそれで出てきたと。っていった感じです。ただね、ここからちょっと、どうするってところがあって、道の駅がどっかね、近くにある、どっか近くにあるんですよ。まあ調べりゃすぐ出てくるんですけど、ここは近いんだけど、問題が、ご飯です。一番近いのはすぐそこにローソンがあります。ローソンであれするか、って感じですね。燃料まだ半分入ってるんで、全然いいんですけど、で、まあ今からちょっとね、とりあえずコンビニ寄ってみるかどうするか。鹿児島市はね、まあ今日はもういいんですよ。もう10時だし、昨日ちょっと寝不足、多分ね5時間ちょっととか6時間しか寝てないし、今日だけでも結構ね走ってるんで、200何十キロかな走ったら、歩いたりねしてて、まあ今温泉でこう疲れが多分ドッと出て、多分ねもうちょっとして多分飯食った瞬間眠くなると思うんだけど、俺今日喋ってるね今、はい、まあそんな感じでちょっとねなんかあればいいんですけど、温泉の人に聞けばよかったね、この辺でなんかありますかって。もうとりあえず出ようとか思ってね、パッ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 とちょっとまあ裏の方には行ったけど、そんな感じでした。はい、それでちょっとねローソンに行って考えましょう。以上です。はい、ということで、疲れました。今は、9月18日日曜日の23時3分でございます。お髪乾いた、リンスの中がこう髪ガッサガサしてるんだよね。乾いた。ちょっと照明がね、こっちの方がいいか、ちょっと暗いけどいいか。はい、ご飯をですね探そうと思ったんですけど、もうねちょっと走らないとねないっぽい。で道の駅もちょっとね俺さっき行ったんだけど、なんだろう、周りに民家があるし、なんかね誰も泊まってねみたいな。ここはねオレンジのこれ車です。車がまあ止まってるんで、まあちょっとね、こっちの方に来ました。あのね桜島のこの外周のあの P エリアに来ております。まあご飯の話なんだけど、ローソンでカレーを買ってきたという感じです。あべ、温まってルーがこんな感じのカレーです。カレー見えるかな、カレーライスね。うん、コンビニのあれだね、ご飯って久々く、いや安かったんですよ、300円、安くないですか。うん、あ、しかもこれあれなんだ、このチンするときにここのなんていうのかな、なんか吸気口値があれがこうポッと出るんだね。今までだこう
ね、中が膨張してバーンってなんだけど、うん、そうそう、もうこれ300円だったから、もうとりあえずコンビニ寄ってなんか安いのあればもうそれでいいやと思って、チキン南蛮にしようとか思って500円ぐらいするんで、もうカレーでいいっすみたいな。よかった、ローソンとさっきのね、あのホテルのとこにすぐ前に ローソンとその何ていうかな、交差点の向かい側ぐらいにファミリーマートもありましたね。人は圧倒的なんかローソンの方だった。フェリー乗り場からやっぱすぐ出てすぐのとこなんでっていうのもあるかもしれない。ね、カレーがこんなにまでこうもうね、ご飯にかかっちゃってるじゃんこれ。もうなんかすげえ傾いてたんだろうけど、それでもここのなんていうんだろう、このピタって蓋のついてるここにね一切漏れてね、これがなんていうのかな、普通の惣菜屋の弁当のなんかあれだと絶対ここはちょっと出るんだよね。すげえな、コンビニは。はい、多分ねこれ食ったら俺多分もうすぐ眠くなると思います。あっち、まあね、温泉の成分のこの熱気がね、できてない。いや、本当はね、どっかの、なんかで食いたかったんだけど、もうすいません、体力の限界でございます。ということで、ちょっともうルーだいぶ変わっちゃってるけど、はい。ご飯を食べて、ちょっと、すぐに寝ると牛になるんで、まあいいや。じゃあいただきまーす。うん。多分中辛ですかね。ちょっと辛め。うん。はい、ということで、とりあえず食べるシーンを撮ってもしょうがないので。また後ほどでございます。はい、という感じでカレーを食べて、あとはね寝るだけ。時刻は今ね、ここでテレビつけてるから、ちょっと今音消してるけどね。時刻はちょっと見づれえな。スマホは今ちょっとね、寝る前のサマナーズ王の、ストミア消化しておりますんで、だいたい、23時40分ですね。電波時計なんで、まあ、ほぼ正確だと思います。はい。ちょっとね、エアコン効かせすぎぐらい切って、入れて、とりあえずエンジン切りました。多分昨日よりも、ちょっと暖かいのかな、わかんないけど、エンジンのやっぱ音が うるさいね。うるさい。うん。まあ、あとはね、あとこう、若干こう、斜めなんですよ。なので、まあ、大丈夫かな、と思いつつ、といった感じです。まあ、食べて今ね、20分ぐらいかな。まあ、ちょうど、サモナゾーのスタミナが、終わる頃には、ちょうどいい時間になってると思います。はい。ということで、もうちょっとしたら横になって寝ようかと思っております。はぁ、もうね、やっぱお風呂入るといいね。なんか気持ちいい。気持ちいい。今日も一日お疲れ様でした。まあ疲れてる、俺だけだけど。今日はそんなに距離はね、走ってないかな。あ、でも200何十キロか。はい。ということで、そろそろね、お休みしたいと思います。まだすぐは寝ないけど、まあとりあえずね、こっちでテレビを適当に見ながら、寝たいと思います。今なんだろう。ガヤ芸人60名、ゲストをおもてなす新トークとか言って、なんか、タカヒロっていう人が出てるね。エグザイルの人に似てるっていうか、エグザイルの人なのかわかんないけど、うん。はい。というとこで、寝たいと
思います。本日もご視聴ありがとうございました。おやすみなさいませ。じゃあねー。また明日。いつもご覧いただきありがとうございます。まだチャンネル登録をお済みでない方はこちらのボタンよりチャンネル登録をお願いします。スマホで見ている方は下のチャンネル登録より登録をお願いします。